いどうも、Pラボです。朝倉未来は本当に強いのかっていうところを解説していきたいと思います。まず国内に MMA の主要団体って3つあるんですけど、それがシュート、ディープ、パンクラス、この3つの団体があるんですよね。ちなみにライジンというのはそれらの団体から選手を借りてきて、いろいろな団体の選手が交わる、そういう大会なんですよね。で、朝倉未来選手はアウトサイダー出身ということで、その3つの団体でチャンピオンになった経験っていうのはないんですよね。そういう事情があって、朝倉未来選手は MMA のファンからはいまいち評価されないんですけど、まあそれでもライジンで八千選手やグスタボに勝ってきたから、ある程度評価する人もいました。 MMA ファンの間でも朝倉未来選手は本当に強いのかっていうところをたびたび議論されていて、その中で朝倉未来選手と斉藤豊選手の第一戦目が決まったんですよね。朝倉未来選手は斉藤選手に第一戦目負けてしまいましたよね。斉藤選手は元シュートのフェザー級チャンピオンということで、朝倉未来選手の実力が試される試合だったんですよ。そこで負けてしまって、また評価が下がったんですけど、次の試合で朝倉未来選手はヤマスドミネーターサトシ選手という元ディープのチャンピオンを KO で倒してるんですよ。この事実に対してもある一定の評価はできると思うんですけど、ヤマス選手はその前の試合でディープのタイトルマッチでウシク選手に負けているんですよね。ちなみにこのウシク選手はディープの現チャンピオンでもあるし、ライジンフェザー級初代チャンピオンの斉藤選手を破って、現在のライジンフェザー級チャンピオンでもあるんですよね。実績で言ったら朝倉未来選手よりウシク選手の方が実績はあるんですよね。で、次の試合で朝倉未来選手は W の元チャンピオンクルベル小池選手と試合をして、一本負けをして、またさらに評価が下がってしまったんですよね。そこから萩原選手との一戦を挟んで、次に斉藤選手とのリベンジマッチが組まれたんですけど、結果は朝倉未来選手が勝利し、お互い1勝1敗ということで、ここは朝倉未来選手を評価するよりも評価を振り出しに戻すのが正解だと思うんですよね。よく第2戦目は朝倉選手の完勝だから、もうこの2人はやる必要ないっていう風に言う人もいるけど、完勝か新勝かっていうのはあんまり関係ないと思うんですよね。結局いいパンチを当てていい展開に持っていければ完勝っていうのはできるし、いいパンチが当たらない中で新勝するっていうのも技術の一つなので、これはファイトスタイルの違いだったり、その時々の展開によって大きく変わるものだと思うので、次やっても完勝になるかはわからない。そういう意味でこの2人の評価は振り出しに戻すのが正解だと思うんですよね。朝倉未来選手を評価したいなら、やっぱり斉藤選手との第3戦目をやってしっかり勝つしかないと思うんですよね。で、それらを踏まえると、朝倉未来選手の実績はディープの元チャンピオンヤマスドミネーターサトシ選手、彼に勝ったぐらいしか目立った戦績はないんですよね。それもヤマス選手は元チャンピオンなので、現チャンピオンに勝った経験がないというのも実績としては乏しく感じます。だから朝倉未来選手はシュートの元チャンピオンと1勝1敗、ディープ、パンクラスの現王者には勝った経験がないということで、まだ朝倉未来選手を評価するのは早計だと思うんですよ。ちなみにパンクラスのフェザー級王者は伊佐選手なんですけど、彼も斉藤選手に勝った経験があるんですよね。だから現状、斉藤選手を基準にするなら、ディープライジン現チャンピオンのウシク選手、パンクラスの王者伊佐選手、そしてもちろん斉藤選手との第3戦目、これに勝ってなおかつクレベル選手とのリベンジマッチ、この4つをクリアしないと、まだまだマックス・ホロウェイの名前を口にするどころかベラトールすら早いと思うんですよ。正直朝倉未来選手はこの4人と試合をしたら当然全敗する可能性すらありますよ。彼はもしかしたらライジンフェザー級の頂点に立ってるつもりかもしれないけど、まだ彼は試されてすらいないですよ。彼の評価できる点はヤマスドミネーターサトシ選手に勝ったこと、これだけかなっていう風に思っています。朝倉未来選手は次の試合、斉藤豊 VS 牛久潤太郎の勝者とベルトをかけて試合をするのか、もしくはクレベル選手とのリマッチをするのか、
どうなるかはわからないけど、どっちとやっても苦戦を強いられることは間違いないと思います。で、次に朝倉未来選手のファイトスタイルなんですけど、彼は立ち技主体の選手で、テイクダウンディフェンス能力はあるけど、その柔術の技術を攻めに転用できるまでには至っていないんですよね。萩原選手クラスの相手ならテイクダウンは取れるけど、でも一本取り切れる実力はない。ちなみに萩原選手は本当に寝技に弱い選手で、この前のヤマスドミネーターサトシ選手、それからヤマス選手に負けた芦田選手、萩原選手はこの二人に1ラウンド1本負けをしてるんですよね。なので朝倉未来選手はこの辺のグラップリング技術は試合に転用できるレベルではないので、結局朝倉未来選手は立ち技の攻防で相手より優位に立ってダメージを与えていくことでしかポイントを取れないんですけど、朝倉未来選手は手数で押すタイプではないので、一発の破壊力のあるカウンターでそれまでの劣勢だったポイントをひっくり返していくタイプなんですよ。そのカウンターが当たるか当たらないかが試合を左右してしまうので、かなりリスキーな選手なんですよね。だから斉藤選手との第3戦、これが楽しみな理由ってそこですよね。朝倉未来選手は斉藤選手との第2戦目の時のようにカウンターをうまく決めれるのか、決められなかったとしてどういう風に立ち回るのか、そこが第3戦の見どころになると思うんですよね。あと朝倉未来選手がここ最近 KO を取れなくなってきているのは、朝倉未来選手の立ち技はもうだいぶ対策されてきているんですよね。朝倉未来選手は右フックのイメージがあるけど、 KO に繋がってる攻撃は全て左の範囲なんですよね。16勝 8KO のうち左ハイからのパウンドで KO した試合は5回あるんですよね。朝倉未来選手はほとんどの試合で右フックと左のハイ、これに頼りがちになってる選手なんですよ。だから対策っていくらでもできてしまうので、実際に斉藤選手やクレベル選手のように左ハイを警戒されると、もう武器は右フックのカウンターしかないんですよね。この先いろいろな対策方法が見つかってくると思うから、ますます朝倉未来選手の良さって消えていくと思うんですよね。今は斉藤選手に勝って評価がかなり上がってきてるけど、それに本人もかなり有頂天になってるのかもしれないけど、彼が本当に試されるのはここからだと思いますよ。この朝倉兄弟はちょっと勝つとすぐ調子に乗って謙虚さを忘れてしまうタイプだと思うので、それで足をすくわれてる試合ってもう何度も見てきてますよね。朝倉未来選手ももう一度ここで気を引き締め直さないと、次の試合あたりでつまずいてそのまま消えていくんじゃないかなっていう風に思っています。はい、では今回は以上になりますが、このチャンネルでは今回のような解説動画を撮っていきますので、ぜひチャンネル登録をし次回作をお待ちください。ではご視聴ありがとうございました。